はい、まずセルベスです。まあ、大事のは、成績ですね。成績の場合は、これがコロナの前ですので、80% は、クエルスです。20% は、中性化です。まあ、これがもちろんできないですので、100% クエルス。それで、教科書はありますが、それで、まあ、もちろんビジネス英語ですね。はい、次、我々のウェブサイト、もちろんこれは携帯でも。ちょっと差もありますが、携帯の方が、左側の上にこのようなものがありますが、これがパソコンです。パソコンの大きさは、最初のことは、右側の上にノアゲルのパネル。これを押して、必ず毎回、最初のことはログインですね。そしてユーザーネームとパスワードが必要ですが、ユーザーネームは自分の学籍番号、数字だけです。例えばカナの場合が118068ですね。これがユーザーネーム。パスワードは一緒です。118068ですね。一緒、数字だけです。じゃあ、ローギンする。すると、これがあります。この画面になります。携帯の方が、左側の上の方が、このことを押したら、ローギンのメニューが出るかと思います。あれを押したら、同じようにローギン。もちろんこれが月曜日の2限ですね。我々のテーマはこの下町ロケットのテーマですね。こちら。はい、それで、まあ、ほとんどは、毎回、クイズは使っちゃう。最初の方が今週は、クイズは1個しかないです。そして今日のもう一つのは、この下町ロケットのキャラクターですね。まあ人の前を覚えるためにこの PDF ファイルを作ったん、そしてまあキャラクターはたくさんいますのでこの人の名前と顔を覚えておくください。はい、たくさんのキャラクターが出るんですが、はい、はい、それで、例えば、来週なんですが、今日ではなくて来週ですが、この下町ロケットの、クイズがありますね。来週から下町ロケットのクイズがあります。これを押して、これを押して、上の方がビデオですね。下の方が質問。そしてやり方として、ビデオを見ながら、下の質問に答えて、来週のクイズは、17問質問になりますね。まあ、これがどうですか。これ YouTube のビデオですので、まあ、場合によってはちょっと、遅くになるかもしれませんが。
じゃあ、ビデオ見ながら、質問に答えてね。まあ、来週は17問になりますね。そして、すべて、終わりましたら、最後に Submit ボタンを押して。Submit ボタンを押したら、自分のメールで、テンツが、見えることになります。はい、これが、シットアチロケットのやり方ですね。上の方がクラスであります。もう一回押して、最初の画面に戻って、もう一回、このシットアチロケット。はい。じゃあ、ボキャブラリーなんですが、今週はボキャブラリーのクエズあります。やり方は同じやり方です。上の方がビデオあります。そして下の質問になります。でも、ボキャブラリーですので、質問は、このふうに日本語の質問なんです。あ、答えが。Number one, abandon. はい、それで、これが number one ですね。Number one は abandon。じゃあ、この中から abandon はどの意味ですか？まあ、これがオンラインのビデオですので、Number two, restrain。もちろん、マイペースで、何回切っても構わないで、まあ、10分、20分、1時間でも何でもできます。そしてやり方は同じように、すべて終わりましたら、サブミットボタンを押したら、やり方は非常に簡単。そして内容も別に難しい。でも、研究の方が、熱を取るのために、Thank you.